イングランドの名門リバプール。今季はクロップのラストシーズンということもあり、現在プレミアで2位につけており、4シーズンぶりの優勝が期待されている。そんなクロップ補正がかかっている彼らなら、あの大会を余裕で優勝できるのでは。そんなアイデアが浮かんだ当チャンネルは、今回とある防坂芸を使い、リバプールを今季の CL に参加させ優勝できるのかを検証。今回リバプールはニューカッスルがいたグループ F に潜入。また今回の CL の組み合わせは現実と多少違いますが、そこはどうか目を背けてください。では気が早いが、パリとの開幕戦を観戦。昨季はリーグ戦5位に終わり、 CL 権を逃したリバプール。果たしてその彼らが CL でどこまでやれるのか。しかし試合は12分、リバプールはエムバペに背後の空間に走られると、最後はこのラストパスをデンベレに決められ、リバプールが前半序盤に痛恨の失点。エムバペのスピードは十分承知していたが、イメージとリアルの乖離は激しいものなのだ。この失点によりリバプールは緊張感が消え、フラーフェンが初歩的なミスを犯す。それでも24分にサラ、40分にはガクポのミドルで形勢逆転を狙うも、1点ビハインドのまま前半終了。試合は後半になると、リバプールの守備が安定し始め、遠藤がデンベレとのデュエルに打ち勝つも、攻撃陣は何もできず試合終了。リバプールがホームで失態をさらし、優勝に黄色信号点灯。そんな葬式ムードの中、次戦はミランと対戦。初戦で大恥をかき、クロップ涙目のリバプールだが、試合終了間際に遠藤の奪い返しからルイス・ディアスがサヨナラ弾を決め、リバプールが2戦目で今大会初勝利。さらに第3節のドルトムント戦、クロップの古巣ということもあり、両チームどもに気合満々だが、試合は6分、20歳のブラッドリーが10歳年上のジャンに削られ、 CL の洗礼を浴びる若武者だが、その若手を潰されたことに怒ったリバプールは、60分にヌニエスが後輩の敵を取ると、さらに81分にはサラーが今大会初ゴールを奪い、リバプールがグループリーグ2連勝を達成。これで次戦勝てばほぼほぼ2位以内が確定する。そしてアンフィールドでのドルトムント戦、この試合多少メンバーを落としたリバプールだが、77分にエリオットがクロック監督の起用に応え、主力を数人温存しドルトムントに新勝。これでリバプールの決勝トーナメント進出が確定した。だが残りの試合でもエリオットの調子は下がらず、首位のパリに開幕戦の借りを返すと、最終戦でもエリオットの覚醒タイムは続き、ジョタと共にチームの攻撃を引っ張り、決勝トーナメントに大きな弾みをつけた。結果的にリバプールは得失点差の関係でパリに首位を明け渡すことに。迎えた決勝トーナメント1回戦、気になる相手はポルトガルの名門ポルト。開幕戦こそ敗れはしたが、総合力で死の組を突破したリバプール。果たしてクロップを決勝まで連れていけるのか。しかし前半はコナテと大工の距離感が悪く、2人の間に入り込まれるリバプール。さらに45分、コナテが普通に競っただけでファウルとなり、審判から不遇な扱いを受ける。これにはハーフタイムにアリソンが、あの審判マジでムカつくなとコナテを慰める愚痴をこぼすと、あの会話がチームに一体感を生み、ポルトの攻撃をしのぎ切ると、80分、ロバートソンのパスから最後はフラーフェンが決め、リバプールが観客を沸かせる先制弾を奪うと、さらにロスタイム、エリオットがゴールを意識したランニングから最後は左足アウトで冷静に決め、リバプールが相手の守備網を突破し追加点。クロップのためなら全てを捧げるリバプールイレブン。それほどクロップの存在は彼らにとってでかいのだ。得点後リバプールはロバートソンにしばしの休暇を与え、試合終了。リバプールが後半に勝負をかけ、ベスト8に大きく前進した。そして敵地に乗り込んでのセカンドレグ、リバプールは前半ロスタイムに先制を許したものの、
82分に遠藤がコーナーから CL 初ゴールを挙げ、なんとか敗戦を回避、リバプールが2大会ぶりのラウンド8進出となった。結果的にベスト8進出チームがこちら、ユナイテッド、インテル、アーセナル、アトレティコ、バルサが脱落となった。そんな波乱が起きるチャンピオンズリーグ準々決勝の相手はラツィオ。この舞台で長友対内田以来の日本人対決が実現。果たして遠藤は鎌田に忖度せずに勝てるのか。すると試合は6分、遠藤が鎌田へのパスをカットし、後輩に対してみっちりとした教育。これによりリバプールに勢いが生まれ、36分にサラーがボックス内で脅威になり、リバプールやや優勢で前半終了。この状況にはラツィオ自力系が一人ミーティングを開催し、チームの現状を物語ると、その隙をクロップ陣営が見過ごすわけがなく、61分にサラーが逆足で先制ゴールをマーク。今季でリバプールを退団することが濃厚のサラー。彼はクロップと優勝してクラブを去りたいのだろう。得点後リバプールは相手の反撃に一瞬戸惑うも、しっかり締め作業をしゲームセット。リバプールがラツィオに先勝し、いい形でホームに帰ることに。そして貯金を抱えてのセカンドレグ。しかし試合は69分、ジョーンズが手長いでおせっかいクリアをした結果、最後は鎌田に左足ボレーを決められ、リバプールが工作員の仕業により失点。外に大きくクリアすればいいものを、中にクリアしたジョーンズ。すでに彼の中からクロップへの忠誠心は消えているのだ。それでもその9分後、ロバートソンが力の抜けたスルーパスを出し、最後はマックが左足ダイレクトで沈め、リバプールがすぐさま同点に持ち込む。チームに1人スパイがいても平然と追いつくリバプール。彼らは組織にヤバい人間がいようがブレる集団ではないのだ。その後リバプールは2失点目を食らいそうになるも、ケレハーがアリソンに劣らないセーブを見せ、試合終了。リバプールが2005系スコアに対1で勝利し、遠藤が鎌田との日本人対決を制した。結果的にベスト4進出チームはご覧の通り、パリ、バイエルンという常連が大会から姿を消した。続いては決勝間近の準決勝。相手は宿敵マンチェスターシティ。普段プレミアでバチバチにやり合っている両者だが、果たしてリバプールはどんな秘策を打つのか。試合は23分、マックが手長いめがけてスルーパス。最後はディアスがコースを限定されるもフィニッシュし、まずリバプールがファーストチャンスを作ると、これに感化された遠藤がミドルを放ち、ディアスへの対抗心をむき出しに。すると試合はロスタイム。リバプールが絶好の位置でフリーキックを得るも、ガクポがなぜかリスタートをし、最悪の流れで前半終了。これにはアリソンも、お前なんであそこでリスタートした、てめえは何を考えているんだと怒号を響かせるも、この忠告をガクポは完全に無視、全く反省する気ゼロの模様。その後もガクポの都合にチームは振り回され、試合はタイムアップ。リバプールがホームで先勝できず、シティホームに乗り込むことに。そしてファイナルをかけたセカンドレグ。この試合がクポを先発から外し、不安分子を取り除いたリバプールだが、試合は19分、遠藤とコナテでハーランドを挟むが、ボールを刈り取れず弾丸シュートを許すも、これはアリソンが左手一本でセーブ。その後もハーランドへの供給量は増えるも、コナテが的確な位置取りで怪物を封じ、前半を失点ゼロで耐えしのぐ。すると試合はエンド変わり55分、ロバートソンが中にタイミングが読めないクロス。最後はヌニエスがにやかに正確に決め、リバプールがシティを本気にさせると、さらにその3分後、フラーフェンが右斜め前に絶妙なスルーパス。最後はヌニエスのお膳立てをサラーが決め、リバプールが約4分間で2ゴールを記録。今大会が最後の CL となる可能性大のサラー。まともに躍動する彼が見れるのもこれがラストかもしれない。これで逃げ切り体勢に入ったリバプールは、遠藤がハーランドへのクロスを遮断し、ゲームセット。リバプールが合計スコアに対0でシティを粉砕し、2大会ぶりの決勝進出となった。気になるもう片方のカードは
レアルがソシエダに圧勝し、ファイナルへの切符をつかんだ。そして全人類が固唾を飲んで見守る決勝戦。言うまでもなく相手はレアル。近年レアルとの対戦数がそこそこ多いリバプールだが、果たしてクロップにビッグイヤーをもたらすことはできるのか。しかし試合は20分、ダイクがハイボールをクリアしに行くも、これは危険な行為とみなされファウルに。キッカーはアラバだが、これはアリソンの足に当たり一大事を逃れる。も試合は31分、マックがディアスに足技を仕掛け、またもレアルにフリーキックを献上。この距離ならアリソンも止めれそうだが、止められなかった。これが CL 最多優勝を誇る銀河系レアル。このままでは返り討ちにあってしまいそうだが、その後もリバプールは守備一辺倒になり、手応えなく前半終了。すると試合は後半に入り51分、リバプールは切り札ジョタを投入するも、交代直後、我々のカメラに向かってディアスがガチ切れ、クロップの決断に不満を募らせるも、試合は63分、アーノルドのコーナーにサラーがヘッド。これはルニンに引かれたものの、ルーズボールをサラーがヒールで決め、リバプールが貴重な同点弾で活気を取り戻す。後半からスパサブとして起用されたサラーだが、彼は与えられた役割をきっちりこなしたのだ。さらにその7分後、遠藤が前線にフライパスを送ると、最後はジョタが相手のプレスに動じず、リバプールが形勢を逆転させるゴール。ここに来てクロップの采配が瞬く間に的中。彼がチームに与える影響力は計り知れないのだ。これで強硬手段に出たレアルは、危険活動に勤しみ、イエローという報酬をいただくと、ミリトンもベリンガムに負けじと追随し、銀河系から削り屋軍団になり下がり、試合終了。リバプールがレアルの不当なラフプレイに耐え、18-19シーズン以来の CL 制覇。この優勝の大きな要因は、やはりクロップの退任。あれがなかったら、この優勝はなかっただろう。結果的にサラーは得点王になれなかったものの、鎌田は我々が知らぬ間に大暴れしていた模様。さらにアシストランクでも、リバプールの選手が数人入り、大激動の CL が幕を閉じた。ということで検証結果、クロップの存在はでかい。でした。いつもご視聴ありがとうございます。ぜひ今後やってほしい企画がありましたら、コメントで教えてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。